徳島駅は、徳島県徳島市寺島本町西一丁目にある四国旅客鉄道の駅である。駅番号は、高徳線が T00、麦線が M00 である。事務官コードは70万2001を使用している。駅表示パネルのコメントは、阿波踊りの駅。徳島県の県庁所在地でもある、徳島市の中心駅であり、 四国旅客鉄道徳島企画部、徳島運転所、徳島保線区が置かれている。高徳線、徳島線、麦線、鳴門線の各列車が当駅から発着している。2018年度の1日平均乗車人員は8129人であった。これは JR 四国では香川県の高松駅に次いで2番目に多い乗降客である。なお、 2018年3月16日までは、最終列車の到着が日付を超えた0時30分儀となっていたが、2020年3月14日現在は23時34分儀となっている。徳島駅周辺の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成端式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線。 および短式ホーム、高松方の切りかき機ホームの合計2面4線を有する地上駅。乗り場は、切りかき機ホームから順に1番2番3番4番、乗り場となっている。改札口は2番乗り場の正面に一つあるのみである。2番乗り場は富田よりには、いやそばを提供する駅そば、メンカレモンがある。4番乗り場の北側には、 約2.7ヘクタールの車両基地が広がり、徳島運転所も併設されている。緑の窓口を呼び、自動券売機も設置されている。かつては5番乗り場まで存在し、当時は、現在の4番乗り場が5番乗り場、3番乗り場が4番乗り場、2番乗り場が3番乗り場で、現在のクレメント駐車場に1番乗り場と2番乗り場があり、この箇所が、東端式ホームであった。 階段にはかつて5番乗り場があったことを示す痕跡が残っている。2008年に JR 四国は徳島都市圏輸送改善の一環として再度ホームを増設すると発表した。2016年8月5日より県、市との連携により列車接近メロディに阿波踊りの代表的なお囃子である阿波吉子のを導入した。メロディは阿波踊りの村地より演奏者を集め、 30秒前後のものを4種類制作している。駅舎はショッピング施設の徳島クレメントプラザ及び JR ホテルクレメント徳島が併設された駅ビルで規模は地上18階、地下2階建てと駅ビルとしては四国最大である。近隣には駅ビル直結の立体駐車場もある。出口はバスターミナルのある南側のみで、 繁華街もそちらに集中している。なお、北側へ行くには迂回して、古戦橋を経由することになる。駅弁は1990年代初めに業者が撤退し消滅した後、2000年代より株式会社、吉田により発売が再開され、淡路鳥弁当、徳島牛弁当が販売されたが、これも2016年8月限りで撤退したため、現在は販売されていない。 なお、この販売中止、撤退により、徳島県内で駅弁を販売する駅はなくなっている。当駅周辺では、連続立体交差事業が計画されている。一番線から、麦線方面へ出発する列車がない以外は、どのホームからも、各方面に列車が発車するが、概ね以下の通りとなる。徳島駅とその周辺の高架化は、 日本国有鉄道時代から議論がなされている。とりわけ当該区間に位置する主要地方道徳島、鴨島線の花畑踏切りでは、かつて踏切内で車両入れ替え作業を行っていたために1日の8時間以上が通行できない状態であった。現在は踏切内での作業は行っていないものの、それでも約4時間半は閉まっているため、 徳島県内で唯一直近でも緊急対策を要するボトルネック踏切に国土交通省から指定されている。当初の構想では、東駅付近を佐古駅付近と同時に高架化して、区間内13カ所の踏切を撤去するとともに、駅舎の再開発も一体的に行う予定だった。しかし、財政上の問題から東駅周辺の高架化志向は先送りされ、 佐古駅付近だけが先行して高架化されたほか徳島駅舎については JR 四国が主体となって再開発が行われた。その後2006年度に高架化事業が着工準備箇所として採択され、2009年3月には当駅に併設されている車両基地を麦線沿いの郊外に移設することを発表、高架化に向けた 都市計画の決定を2014年度目標として、高架化事業を担う徳島県と、町づくり事業を担う徳島市との間で調整が続けられた。しかし2011年に県が南海トラフ巨大地震に備え市中心部を除いて、鳥急ぎ新町側からレータ側にかけての区間を優先整備し、徳島駅周辺については、市の 町づくり構想再検討の後に進める主張をしたのに対し、市では町づくり構想は決定済みとし、市の中心となる徳島駅周辺を除いた形での効果、先行整備へ懸念を示すなど、両者の意見の違いが事業進展への大きな障壁となっていった。こうした事態を踏まえ、2014年10月から県、市、JR による三者協議が始まっており、 今後は、事業者間での調整が続けられることとなる。高価化の事業費は、約500億円見込みで、負担内訳は、国が220億円、県、市が、それぞれ115億円、JR が50億円となっており、完成時期の見込みについては、先行区間を2028年頃、全区間を2030年代半ばとしている。 2020年度の1日平均乗車辞任は5560人である。JR 四国の駅としては高松駅に次にである。2018年9月以降 JR 前社の自動改札機の設置がされていない駅としては最も乗車辞任が多いが、同規模の人口を持つ県庁所在地の代表駅である福井駅や山形駅に比べるとやや少ない。 近年の1日平均乗車辞任は以下の通り。駅周辺は喧嘩最大の観楽街となっており、商業施設が多く、各種大型商業施設などやオフィスビルが立ち並んでいる。ほとんどの乗り場は南口のバスターミナルに集結しており、路線バスが朝から夜まで頻繁に出入りしている。西側から順に、校車場日本徳島市営バス乗り場。 徳島バス乗り場、高速バス乗り場となっている。2019年10月から各、乗り場ごとに1番から番号が振られていたものが通し、番号に変更され、市営バス乗り場は、駅の反対側から順に1番から7番乗り場、徳島バス乗り場は11番から16番乗り場、高速バス乗り場が21.22番乗り場となっている。一般路線バスについて、徳島市営バス。 徳島バスはいずれも乗り場島に案内書を設けている。両乗り場はそれぞれ1列10列よりも狭い乗り場間隔となっており、連番の乗り場から同時刻に発車する便は横並びになって乗車を行う。高速バスは徳島バスと JR 四国バスは大和ロイネットホテル徳島駅前1階に乗車券窓口を設置している。 なお2015年10月20日までは、両社の窓口は別の建物であった。海部観光は、バスターミナルから南東に200メートルほど離れた、自社営業所となりに、バス停を設け、そこで発着している。都市館など、中長距離の路線は、明石海峡大橋開通後は、淡路島経由で、京阪神方面への路線が多数設定され、各社のドル箱路線になっている。 他にも、四国の多都市や中国地方へ運行されるほか、東京行や名古屋行きの夜行バスも設定されている。その一方で、路線バスや淡路島へのバスは利用者源により、厳しい運行を強いられており、厳便や再編が行われている。市営バス乗り場から発着する、徳島バス運行便はすべて、徳島市からの委託運行。ありがとうございます。